これでもちょっとさっき僕言っていいですか、はい、これスパーズの魅力ってハリー・ケインなんですよ、はい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 、なんでかって言ってやっぱ僕、うんまあ、正直全然売れてないし、はい、お笑いで頑張ろうと思ってるんですけど、はい、ケインもやっぱこうケインを好きで遡っていけば、うん、それこそアーセナルアカデミーで、うんうんまあ、カンカってもうやめなあかんのかなとかをご家族が支えて、うん、そっからやっとスパーズで入った、うん、レンタル出された、うん、アデバヨール来たな、うん、アデバヨール強い勝たれへんとか、 なんか、うん、その歴史があっての戻ってのエース、はい、だからなんかハリー・ケインっていうのがスパーズの象徴みたいなのが、うんうん、なんか僕はあったんですけど、はい、その僕の心の支えが出ていくかもしれないんで、うんうん、それが辛いなとは思うんですけど、うんうん、スパーズ好きになってくださいって言ったら多分僕もハリー・ケインを見てくださいが、うんうんまあ、一番分かりやすいなんか、うんうん、こう勧誘の仕方というか、はいはい、かなと思うんですけど、はい、どうでしょう。まあ、基本的にスパーズはやっぱりライバルなので、はいまあ、もちろんよくは思ってない、まあ、それは何でしょ う、はい、もう当たり前じゃないですか、はい、グーナなんでと思うんですけど、やっぱり1回だけ思ったのが、はい、僕もケインとあとデレアリがいた時のデレアリ良かったっすね。スパーズがやっぱり率直に出てきたんですよね、あの時。確かにあの時はアーセナルよりなんかアーセナルしてたというか、めちゃくちゃ変な感じかもしれないですけど、若手も使いながらって、ね、そうなんですよ。あの自社製品で、はいはいはい、あの勝ってって、それでしま CL 上り詰めてったりとか、はいはい、そうですね。そこの時期やっぱり今で言うとそこのしばらく止まってるじゃないですか。そうですね。そこの成り上がりユースからっていうところがあって、はいはいはい、そうなんですよね。あのやっぱり大金で選手持ってかれないからこそ、うん、ハマった時のこの即戦力っぷりみたいなところはやっぱりあのここ近年で最もなんてでしょう、しっかり完成品を送り出してるクラブだなっていうところは あのやっぱ考えてて、はいはい、まあ今で言ったらスキップとかになるんですかね、わかんないですけど、そうですね、結構まあ他のビッグクラブも送り出すは送り出してると思うんですよ、はいはいはい、まあそれこそ、まあ、まあアーセナルはまだわかんないですけど、うん、まあサッカーとか送り出して、はい、ユナイテッドラッシュ送り出して、はいはい、あると思うんですけども、緊急までちゃんと育てきった経験あるクラブって、まあね、近年だと多分スパーズ以外ないんじゃないかなっていう。あ、嬉しいっすね。そうなんですよ、なんか育成出すけど育てきれないクラブってあると思うんですよね。あ、確かに確かに。あんま言いたくないですけど、チェルシーって育成めっちゃうまいんですよ。出すのうまいんだけど、いっぱいいますよ、チェルシーさんの選手。そうですよ、めちゃくちゃいるんですけど、はい、チェルシーで育ちきった選手ってテリとかそこら辺まで遡んないとないんじゃないかなっていう、はいはい、それは どうですか、チェルシーサポート。そこは納得なんですね。冷静に考えたら、あ、そういうところもあるなっていう、はい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 、ところの、 あのオールインワン感がやっぱりスパーズはあって、はいはいはい、それこそケインが象徴っていう意見に対しては、うん、もうまさしく、いや、そうっすよね、そうなのかなっていう。だから、まあ、育成しながら、うん、それがちゃんとこうチームの中で活躍できるっていうのは確かに、うんうんうん、まあ月並みですけれども、やっぱケインの存在っていうのはスパーズの魅力を大きく支えてるのかなっていう。いやちょっと嬉しい、めっちゃ優しいですね。いやいやいや、もっと僕ボロカス言われるんかなと思ってたんで。あとあれじゃないですか、ユニフォームが変わんないからなんか毎年更新しなくてもいいとかじゃないですか。なんか嫌なこと言ってくる。最後は嫌なこと言ってきたから。まあこれいつのシーズンかあんま分かんないですよ、もう別にそれも正直そうやから。全部そうなんですよ、反論はできない。だから白いいいから。ジャイさんちなみにあったりします？待って、商売上手なクラブだなと思う。そうですね、GC バブでしっかり利益出す。言い方、俺以外を敵に回します。俺以外のスパサポを敵に回しますから。なんかね、自分が上げるシャツとかもなんか選手に請求するみたいな話もありますからね。そうなんですか。かっけえ。それぐらい商売ちゃんとやってる。いや、だから SDGs な、だからそれもお金っていうのを、ね、大事にしなさい、環境大事にし、なんでこんなフォロー。いいんですよ、あんなスタジアムないでしょ、だったら大事っていうことですからね。あのトッテムスタジアムはかっこいいですね。いや、あれすごい、だって、ね、なんかね、僕ほんまたまたま大阪のバーで飲んでた人が、はい、イングランド在住の方 で全スタジアムほぼ行ったことあるみたいな人だったんですけど、はい、やっぱもうトッテナムホットスパースタジアムが一番良かったっていう施設というか。そうなんですよ、僕も2年、2、3年前ぐらいに、まあ、イギリス行った時に中では見てないんですけど、はい、まあ、そこら辺の周り、スタジアム周りと、はい、あとショップとかめくったんですけど、はい、新しいだけあってめちゃくちゃ綺麗で近代的なんですよ。そうっすよね。もうこれはもう僕はスパサポの人に怒られてももういいんですけど、はい、やっぱね、試合見てて面白いなっていうサッカーではスパーズってないじゃないですか。あ、なるほど。やっぱブライトンとかはやっぱ全然知らない人、三笘選手が好きで見出しても、うん、なんでこここんなつなげんねんとか、うん、で三笘選手のドリブルも、うん、あれはファーガソンっていう若手もおんのみたいなとか、はい、こうワクワク感があるじゃないですか、うん、
スパーズはスパサコでも、はい、マジでちょっと眠いってとか面白いですよ。これはごめんなさい、スパサコの方でも多分共感してくれると思うんですよ。いや言いたいことはね、あるじゃないですか、プレイスタイル的に。そこをポステコブルーさんやったら、うん、変えてくれるんちゃうかなっていう期待はあるっすね。だからもうあのサッカーするなら勝ってくれよと、あのサッカーして負けるから、失点60点台とかになるから多分スパサコはちょっとちゃうんじゃねとかって思ってると思うんですけど、うん、まあ、ポステコブルーさんそれを解消してくれるかなっていうのもあるんで、まあ、あのニューカッスル戦ね、日本人がたくさん見てたらやっぱ心折れますもんね。いやだからほんまに一旦ミュートにしましたもん。何の意味もないっすけど音を消してこう上見たりとかする時間とかあったんで、もう別にそういう試合があると思うんですよ、プロの方でも、はい、僕らよりも何百回も努力してる方がやってるんで、うん、ああいう試合もあると思うんですけど、うん、はい、なんかもうちょっとこう、うん、楽しめる試合というか、やっぱアーセナルは僕は敵ながらやっぱ面白いサッカーしたと思いますし、ありがとうございます。やっぱそれシティなんかもまさに象徴だと思うんですけど、だからそんなんはやっぱ思うね。それをちょっと楽しみに、うん、そうですね、シーズンはと思ってるんですけどね、うん、どうですかポステコグルーさんは、まあ、はい、イメージとか印象だけでいいんですけど、やっぱりこうスパーズ来るにあたっていろいろポステコグルーを調べて、はい、でまあいろいろこうなんか、あの、あ、こういうスタイルなんだなって学ぶにつれて、はい、スパーズこれ大丈夫っていう思いの方がちょっと増えてきてるんですよね。4年でしかも契約したじゃないですか。だいたい2年ぐらいでやるのを、そうですね、4年にしたので、うん、まあもうほんま土台から頼んますような感じだと思うんですよ、うんうん、はいはい、スパサプも多分それ大丈夫みたいなのは思ってる人もいると思うんですけど、うん、はい、客観的にそのライバルクラブから見てもやっぱちょっと、はい、そうですね、まあ主に2点で、まず、まあこうプレースタイルの話でいうと、やっぱりこうハイプレスでハイラインみたいな感じじゃないですか、はい、いやねえ、まあロメロはいいとして、いやそうなんよな、だからこれなんダイヤじゃ無理だぜとやめてくださいよ、ダイヤやマグワイヤや各チームに1人おるアイコンが、まあダイヤ好きなんすけどね僕は。もうダイヤだってもともと中盤じゃないですか。まあそうですね、CB やってるけどっていうことあったり、遅いよな、そういうメンバーでそのサッカーするのむずいぜって思いと、そうですね、あとやっぱりこのやっぱレビ会長、はい、その、まあ、フロントとの揉めないかどうかと、そうですね、そこもやっぱりポステコグル好みの選手を連れてこれるかどうか、うん、やっぱりそこで歴代監督といろいろ多分揉めたと思うんですよ。まあそうですね、レビ会長って揉めてるイメージしかないですよね特にコンテなんて、そうですね、全然使うつもりないやつが来たりみたいなことがよくあったじゃないですか。そうですね、だからそこでそのレビ会長がポステコグルーに会った選手とかを、はい、まあ、フロント現場一致団結本当にできんのっていう思いがありますね。そういう生まれ変わりとか一からっていう土台作りではやっぱり今季のスパーズは必見なのかなと思いますね、うん、そうですね、ちょっとまあ、うん、チョロ Q のこう引いてるところと、まあ、話したら進むよと。そうですね、なんで笑ってるんですか。いやいやいやいいじゃないですか、進めばいいですけど気悪いなだから言い返されへんからな、ほんまにその通りやねんいやそうですね、まあ、ちょっと耐える、まあ、もちろんアーセナルもあったし、はい、まあそうですね、トッテナムもどのチームも多分あると思うので、うんうん、まあ、と言って急に優勝するかもしれないというのがサッカーですかね。分かんないですから、うん、特に前チェルシーが、ね、優勝した時10位フィニッシュとかでそのまま優勝してた、あとコンテの時かなあったと思うんですけど、まあ、本当何起こるか分かんない、確かにね、それをちょっと楽しみに頑張りたいと思います、うんうん、ということでございまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に今シーズン非常に厳しかったです。あと4年ぐらい僕は厳しいと正直思ってます。でもそれでも乗り越えてですね、はい、スパーズ応援して、多分いっぱい言われるでしょうけど、いっぱいっすよそんな見てないじゃないですか今日もいや冗談でございまして、はい、プレミアリーグちょっと僕もいろいろ盛り上げるように頑張っていきますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。もうなんかぜひあのプレミアリーグ始まったら、はい、スパーズの試合の配信とかにもちょっといいんですか。もうそうですよ、ね、僕は難しいですけど、あ、難しいというかあのグーナーなんで、どういう感じしたらいいかわかんないですけど、まあ、結構いろんな他クラブの方が、はいはいはい、あの配信にお邪魔しに来てくれてるので、マジですか、ぜひぜひよろしくお願いします。ほんまでも、なんかテンション上がって画面だけ切らんように聞いて言われたー、ここで一番言われたくないの一個だけお返ししとかなこれはまあ切るなり勝手にしてください。もうえぐられたぜ今の冗談です冗談ですいやぜひ本当によろしくお願いします、はい、します、ありがとうございます。本日のゲストはりょうさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは、ディレクターの内藤です。
お二人にはここでカメラを切ったと伝えましたが、この後実は盗撮会が続きます。皆様お楽しみに。